今回ご紹介するのは岩手県釜石市にある釜石駅です。釜石駅には JR 東日本の釜石線、三陸鉄道のリアス線が乗り入れています。 JR 東日本の釜石線は当駅が終点であり、三陸鉄道も仙石上は当駅が南リアス線の終点、リアス線の起点となっています。鉄の町の玄関口として日本の鉄産業の歴史に貢献してきた駅舎として、2002年平成14年に東北の駅100選に選定されました。JR の駅の愛称はエスペラントのラオツェアーノ、意味は太陽。三陸鉄道の駅の愛称は鉄と魚とラグビーの街となっています。釜石市は2019年平成31年11月3日にワールドラグビーよりラグビー界に貢献した個人団体に贈られるキャラクター賞に選出されました。東日本大震災からの復興を通じてラグビーの価値を高めたことが理由です。当駅は社員配置駅で、駅舎には出札窓口、自動券売機があります。なお三陸鉄道では改札業務を行わないため、当駅においてもワンマン列車は無人駅同様に前乗り前降りとなり、乗車券、運賃は下車時に運賃箱へ投入する形となっています。三陸鉄道5番線ホームは JR のホームとはやや離れた位置にあり、駅舎からホームへは JR の線路を挟んで地下通路で連絡しています。三陸鉄道の駅としては単式ホーム一面一線を有する地上駅で、この単式ホーム5番線は行き止まり式で盛り方面にしか発車できません。そのため宮古久慈方面へ向かう列車は JR ホーム3、4番線を使用します。また盛り方面と宮古方面を直通できるのは4番線しかなく、当駅において盛り方面、宮古方面の直通列車同士の交換はできないため、東仁駅や宇野住まい駅での列車交換が設定されています。
風が強くあまりにも寒いので避難します。
ご視聴ありがとうございました。